ルルーとカモンは何やらもぞもぞと。あんなところで何してるんだ。珍しいな、ヤンクル殿がこんなところで降りてきたんだ。さすがのヤンクル殿も今日のこの陽気な日差しに誘われたかい。と、厳格なヤンクル殿のことだ。こんなところで追い引きを描いている姿も他の者から見られる。それにもう少しすると日が暮くしだ。ヤンクル殿、こんなところで寝ては風邪をひく。これはお恥ずかしいところ。あまりに陽気な日差しなもので、ついうたた寝をしてしまいました。はて、どうなさいました？その顔は一体。顔がどうなさいました？いや、だから気づいてないのか。犯人はあの頃だな。それでは私はこれにて。ちょ、ヤンクル殿。ヤンクル様、今日は良いお天気。これはエルル様、良いお天気で。どうなさいました？それとは何がですかな？え？あ、いえ、その…頑張ってください。様は何を慌ててらしたのか。それで逃げるだろう。これはヤンクル殿。おお、トウカ殿、どうなされた？それは一体。それとは。いえ、そのような住人があったとは。それがしとしたことが
勉強不足でありました。よくわかりませんが精進なさる方です。はい、さすがヤンクル殿だ。あのような樹印があるとはつゆ知らなかった。ないな。さてどうするかな。ハクオラさん、準備できました。うん、そうか。じゃあ出かけ。はい。ずいぶんとご機嫌だな。外に出かけるなんて久しぶりじゃないですか。そういえばそうだったか。他の奴らは都合が悪いみたいだったからな。ウルトはヨモルとしての務めが、神はその手伝い。ハルルーもウルトの証に釣られてユズハと一緒についていった。カルラは酒を飲みながらゴロゴロしている。トーカは前の晩からカルラに付き合わされ二日酔いでうなっている。エナウィとクロウは隊を率いて演習。おぼろ、ドリー・グラーは今朝から見当たらないが、おそらく離れて私たちの警護をしているのだろう。結局私たちだけだ。こんなこともあるんだな。ん？どうした？拳なんか突き出して。あ、いえ、なんでもないんです。なんでも。そうか。ルンルルルン。しかし、いつもより早く起きて、弁当やら何やらの支度で大変じゃなかったか？そんなことないですよ。ずっと楽しみにしてたんですから。向こうに着いたらお弁当を食べて、お花を摘んだり、木陰でお休みしたり。あんな嬉しそうに。やはり普通の女の子なんだな。そしたら薬草も摘んで、あと鉱石とかも調べられたらいいですよね。エルル、薬草の類なら別に仕入れているじゃないか。本当はこういったのは自分の手で調べなければダメなんです。同じものでも場所によって性質が違いますから。おばあちゃんいつも口酸っぱくして言ってましたから。普通の女の子なんだよな。まあ喜んでいることだし、よしとするか。こんなに喜ぶのならもっと早く連れてきてあげればよかったな。
ところでエルル。はい。ゆうべウルトやカルラに何か頼み事をしていたみたいだが。エルル。早く行きましょうよ。おっとと、そんなに急ぐものではないだろう。早く早く。やれやれ。ま